えー、ダンディの好きな小北三郎の思い出のシーンを結構書いてたんで、それをまあちょっと皆さんとね、思い出のシェア、あ懐かしいなとか、うん、でも令和で劇場版あったんやけどね、はい。もう本当にね、この表情ね。 うん。井上岳彦さんの。まあ、コミックスではここで切れてるんやけど、こっからはね、どうやったら井上岳彦さんっぽくなるかなと思って楽しんでたりとかしたんでね。うん。やっぱこの桜木花道の表情とかね、三能編の表情好きなんですよね。この五人の。ね汗をかいていないキャラは一人もいない、コートもベンチもきらめく時に囚われた夢中な奴らばかりだったわけですよね。うん。この汗が床に。 ポタッと落ちる音すら聞こえてくるじゃないかって思うぐらいのこの超画力これが令和の映画で動いたこれはもう90年代を知る猛者の方々もそうやと思うしダンディもね胸躍ったわけやからそこに対してどうこうじゃなくてやっぱ桜木花道が主人公の世界線っていうのは見てみたいなっていうことを思うんですよ僕たちの思い出もやっぱあるわけやからねはいでやっぱり采配として 宮城の方を主人公として選ばれたっていうのがある。まあ、そこをちょっと考えながらね、桜木花道くんがじゃあ令和で、まあオリジナルストーリーでもいい、もうさんの描いた、描いてくれたからね、オリジナルストーリーの映画でもいいから、桜木花道くんが主人公の世界線っていうのは令和にありえないのかなとかいろいろ想像したんでね。じゃあなんで宮城が主人公やったんやろってことを思ったんですよ。うん。 まあ、赤木が主人公でもいいし、三井、宮城、ルカ桜木。まあ、言えば、主人公になれると思うんですね。だって、スラムダンクっていうか、まあ、言えばこの5人が主人公やし、まあ、小暮くんも主人公かな。まあ、言えばね。まあ、僕の思い出で語ってますけどね。うん。まあ、ただ、赤木っていうのは体格的にでかかったり、三井は中学 MVP 才能あったり。うん。ルカっていうのは、まあ、天才じゃないですか。 うんまあ、言うたら今で言うとこのチートキャラですよねこの時の「スラムダンクの僕の思い出の作品ではチートなんて言葉もなかったけどまあ登場した当時から天才でうまかったっていう、うん、まあそれは先導もそうなんやけど、うん、やっぱりこうやってバスケの体格として、まあ、バスケってでかければでかいほど有利ですから、まあ、それよりはうん天才とかを主人公にするっていうよりも宮城の方が。 等身大としててリアルやっったんかなっていう宮城の方が主人公としてリアルだったから宮城を選んだのかなショーが大に挑むとかもともとだから体育としてちっちゃい人間の方がドラマとしては三井もあると思うねんだけどやっぱこういうねうんこんなでけえのに阻まれてどうするっていう恐れずに向かうところっていうのがちっちゃい宮城でも頑張ってるやんっていうこの等身大が令和の主人公として向いてたのかなっていうことを思ったんですうん。 で桜木くんってやっぱ天才なんですよ。それは僕たちの思い出の時からそうで天才桜木に嘘偽りなしこれは桜木本人も言ってるしそれこそ仙道赤城ルカワ、えー、マもそうやけど作品の中の天才たちが認めてるわけですよね桜木花道っていうのをうんじゃあ桜木花道が主人公でもいいんかなと思うねんけどやっぱ。 天才が勝つっていうのはリアルじゃないのかな令和じゃって思ったんですねうん。で桜木君を主人公にした場合三の辺で描いてくれたんでしょそうなった場合こういうとことかがすごく痛々しくなりすぎるとかいうのはあんのかなって思ったんですようん 桜木花道を主人公にした場合、もっとこれ、まあ、桜木くんを取り巻く、えー、桜木軍団とかにもスポットが当たった。ね、赤木春子さんとかにも、えー、スポットが当たったわけなんですけど、やっぱちょっと、まあ、スポーツだから、怪我もするし、怪我しないのが一番やけど、壁にぶつかって額から血が出たりとか、まあ、これ映画のオリジナルストーリーだとしても、桜木花道くんが主人公だったら当然、やっぱ、 花道は突っ込むわけなんですよ。どうしてもね。うん。まあ、そこが、やっぱちょっとなかなか、今の令和の時代で主人公で描くとなるときつくなりすぎるのかなっていう。バスケイコール危ないスポーツっていう表現に感じたりとか、アニメが現実に押し込められてしまいがちな世の中になってんのかなっていう、過激がイコール全てやばい。 ってなっちゃったりするんかなっていう制作者の意図としてね僕はそうは思わないんやけど <laughs> 机に突っ込んで腰を痛めたりとかまあ、当然ね僕90年代の映画とかも見返すことあるんやけど壁にぶつかって額から血が流れたりとか当時のアニメ映画の熱量で新たなスラムダンクを描くってなった時には新たな視点っていうのが必要ですよねうん、まあこの春子さんの視点っていうのは桜木花道くんだけの視点であるんやけど春子さん視点のじゃあ 桜木花道っていうのはどうやったかなっていうただ天才桜木の等身大16体としての表情そこにスポットを当てたらリアルにならんかなと思ってはい。 宮城のリアルが主人公にふさわしいように、桜木くんも等身大としての16歳の表情があると思うんですよ。そこにスポットを当てて、恵まれている人間も体とか体格で恵まれていると思われがちな人間も僕らと変わらない16歳の男の子なんだなっていう主人公の桜木花道があれば、令和でももしかしたら主人公としてリアルなんではないかなって、ちょっと胸躍って書いてみました。やっぱ、 ただ、ガッツをがむしゃらに見せてくれる主人公をやったし、俺らにはできないことをしてくれるから主人公をやったっていう、ダンディの、まあ、昔ながらの思い出の主人公なんやけど、うん、まあその思い出がね、もう古いものだよみたいな、うん、じゃあ、ガラクタやから押し入れにしまっときましょうねっていうのはちょっと寂しいからね。やっぱり、花道が全力で突っ込む姿っていうのは主人公として、 令和の今も見てみたいかなっていう気持ちはちょっとあったんで、はい、えっと共に振り返ってみました。はい、見たことない表情もまだまだあると思うんでね、三能編の春子さんにしか見せてない桜木くの表情っていうので、はい、失礼いたしました。